よし、おうした結局多いな、今日も。この前よりはじゃない？そうですね、この前多分500人ぐらいいたんで、まあ、この人数なら、まあ頑張ればマジで。昨日言ってた、その打ちたいだよ。頑張らなくていい。打てたらいいね。あ、そうやね、そうやったね、うん、引けたらいいなぐらい感覚でいこう。これマジで引けたりするから。引けたらいいな。引けても引けなくても楽しい未来が待ってるんだろうな。うん。金曜日の皆さんのお供、はやげんです。おお、安井翔です。明日はですね、久々の名古屋。かなり久々ですね。名古屋行きたくて仕方なかったよ。俺もね。名古屋最高だな。まああれですよね。わかんない。わかんない。何？店に近ない。すべてです。前回しっかり勝ちましたね。プロっちゃったよね。まあプロってね、この勝ちの流れで、行きたいなと思ってるんですけど。ちょっとね、ひらめいちゃったよね。それで言うと。作戦。マジ？ひらめいちゃったよ。そのさ、前回はさ。100% 以上の台しか打ってないよ。ペイアウト変ね。 100% 超えようだとしたらもうこうなるよって見せてね。ああ次、愛の実践ですね。なるほど。そう、一番好きな機械2人で全ツレベルの戦い。いや、いいけど負けたら俺負担するから。まあ、ここから5回やるとして、うん、負けは僕が全部負担します。あの個人的な収支が、あ、僕の収支とあなたの収支。なんか最近ちょっと話題になってる。そうだね。孫をことなき乗り食い。愛があれば負けないでしょ。怖いなそれ。めちゃくちゃ怖いんだけど。見てます。あいつの動画とかも。はい。結構勝ってるよ。そうだから、あのクソだけのやつ。じゃあなんでか。やっぱり、ね、勝ちを意識しすぎてるんだよ。めちゃくちゃいいワードを今出してくれたの。そう。勝ちを意識しすぎてる。あのね、ぶっちゃけ俺ちょっと今日この後授業しようと思ってたんですよ。ね、勝ちを意識すぎてるから勝てないっていうのは、そう、ちょっと今付随します。それ僕が言おうとした話で、いい本をまた買いました。シリーズか。紹介なんですよ。自己暗示っていう。サンクス。怪しい本なんですけど、これあの全然あの普通にあのフランスかなんか の、 あの心理学者の人が書いたやつを日本語訳している。初版がね、1966年の本です。60年以上前の本なんですけど。なんて本持ってきてる。まあ、この本にね書いてある、まあ、その一つの心理学的な法則があって、努力逆転の法則っていうね、があって、じゃあパチンコパチスロ。勝ちたいって思いすぎるとうまくいかんことってあるやん。何でもそうやん。それがなんか努力逆転の法則につって、努力すればしすぎるほど人間うまくいかないよっていう法則なんや。なんでそうなるかっていうのはちょっと裏付けがあって、人間って意思する力と想像する力、イメージする力が敵対した時、イメージが勝つんですよっていうのがいくつもの法則としてあって、これ紐解くと、例えばさ、幸せになりたいっていう意思、幸せになりたいっていうことは裏を返すとどういうこと？その人が今不幸せってことやんか、うん、ってことは私は幸せになりたいって一回思うと、私は不幸せだっていう想像が一回するやんか。ああ、そっかそっか。そう、だから、はい、幸せになりたいと思えば思うほど、不幸せな今の自分の想像がどんどん広がっていく。なるほどね。数字で表すと、うん、こっちが10のパワーで、脳には100、10倍不幸な現実を植え付けてしまう。不幸な頭ばっかりになって結局不幸になるっていうのが、意志力よりも想像力の方が強いって言われてるゆえんで。難しいよね。普通で思っちゃうじゃん、勝ちたいとかさ、幸せになりたいとかさ、うん、楽しく暮らしたいとかさ、うん、どうしようもなくない？どうしようもないやんと思うやん。これを変えることができるんですよ。ここを変えればいいやん。どっちを？この意志の方を変えればいいと。だからこの勝ちたいが今負けてることを連想させてるやん、うん、ここを変えればいいっ
で、この変え方、これがこの本に面白くて、勝ちたいって思うからダメで、もっと違うことを考える。勝ってる俺って幸せだろうなって考えると、勝ってる自分の幸せなことばっかりを想像して、すぐ頭の中が幸せ、お花畑になれる。なるほど。そうから勝ちたいっていう不幸を連想するという願いの仕方だと不幸になっちゃうから、幸せになるような願いの仕方をすればいいですよ。人が見つけてくれたみたいに勝ちに固執しなくて、あ、それ楽しく出たらいいなぐらいで思っとくと、楽しかったことばっかりで、この楽しかった時っていうのは勝ってるから、そしたら結果勝てるっていうことになるんです。これこのコーナー一番好きかもしれないパチンコ、分かったよ。違う違う、パチンコの話、これ違う違う違う、パチンコの話、これ違う違う、これ、これパチンコの話じゃないね、これ違う違う違う、これパチンコの話じゃない、エミール・クーエさんが書いてます。本当パチンコ好きなんじゃない。違う違う違う、めちゃくちゃ、あの日本来てパチンコってハマって違う違う違う、こういう本出したんで弾けたらいいな、弾けても弾けなくても楽しい未来が待ってるんだろうな。うん、はい、どん、おい64番俺やばいね、いつもやんけ、打てたらいいなって言って嫌だよ、嫌だよ、これまだ。じゃあちょっともう入ってみて。 OK、 おはようございます。やってまいりました、メガホンゴールド港店さん。はい、来たね。はい、僕抽選64番で、うん、昨日から言ってました、打ちたい台、愛の列、カボネルが無理やんって、もちろん犬やしゃかペルソナ5、あー、やっぱ 6.5 号機を愛してるから 6.5 号機打ちたいなと思って、うん、犬やしゃかペルソナ5って迷ってペルソナ5。そっちかリベンジ変か、ちょっとあっからもペルソナちょっとハマって何回か打って、まあ、面白さは絶対分かってるんで、あ、そう、出し方もなんとなく分かったんで、うん、今日もちょっとペルソナ5でやったろうかなと。おります。これ僕は、はい、僕は一目散に、はい、信用率入ってないで、ちょっと愛のある実践って言ったんやけど、うん、花火絶景が入ってて愛はそこに愛はあるんか愛はね、これから育むもんかなみたいな。あ、なるほどなるほどね、今日初めての出会い。そう、4号機とかも全然知らないんだけど、そうだね、もう空いてるのがそれやったから、あ、まあいいじゃないですか、うん、もしかしたら愛が生まれる可能性あるで。うん、昨日からもね言っておりますけれど、凝り固まって考えすぎてよくないから、まあ、まあ今日まずそのあれで一発失敗してるしね、もう、そうね、お互いそのもうやっぱなんだかんだ言いながら抽選引き手引き手って思いすぎてダメだったらね、うん、ちょっと不幸な方に行っちゃったから、うん、自己暗示できてないね、自己暗示できてないから、やっぱこう、ね、まあ、ラフな感じで、そう、オッケーオッケー、ラフな感じを守りつつも、うん、まあ、前回から言っておりますけれども、あの負けたら一応僕が全部負担するっていう。なるほど、うわ、波絶景されちゃったからもう安心だね今日はまあまあそう、まあそれはあれやけど、お金は5万円持ってきました。俺も5万持ってきた。いい一日になるといいな。そうね、じゃあ愛知やからちょっと長いからね、気合入れてこう。勝てるといいな、行くぞ。いや、だからそれが良くないんやって、気合入れて数が良くないんやって。危ない。そう、勝った時楽しいやろな、勝って食べるラーメンうまいやろな。眠いないや、それは違うやろ。違うか、リラックスリラックスモード。ジャスティン・ショート、カギンのクズの恩返し。はい、じゃあ花火絶景打っていきます。1枚目、さあ甘いらしいからな。でも結構ね、みんな当たり早いですよね、周りが。もしかしたらなんかこう朝市とかあるんかな。さあ、おはようございます。私朝市取りましたのはペルソナ5。はい、1回打ったことあるんですけどね、散々にやられてしまったので、まあリベンジということでいくと思います。おう、山、ああ、ああ、いった。花火百景ステージ、斜め山から、これか、花火百景ステージ斜め山だったら 50% で行くんだ、設定差なし。ああ、チャンスゾーンみたいな感じだ、リーチ目降格 OK、 ボーナス当選来たら 30% ね。ここでリーチ目引けばいいんだ。あるよ、あるよ、外れたらでしょ。あ、そう、ベルなんだ。オッケーオッケー、何だか分かってきた。お、流れ星よ、外れた。
気持ちいい、早っ。あ、そう、これでどうなんだろう、全長を得て告知、あー、大当たり、あっさり79ゲーム、3000円。え、これでビッグいったら大勝ちよ。え、簡単やな、やった、3000円でもうこれ600枚ぐらい出る、幸先よし。これね、ジャックイン、はいはいはい、ここら辺はね、最近こういう台多いからもう覚えたね、ハードボイルドとかで。これね、何狙うか全くわからん。あ、ドンちゃんでもいいんだ、 75%。 あ、めっちゃいいじゃん、じゃあ3連飲んでいいわ。ふざけんなよ、絶対ビタしようって決めました、どうせなら戦ってミスりたかったわ。はい、530枚、こっからなんか連チャンチャレンジよね。あー、これね、お、チェリー、あー、いいね、大チャンス。これ 40% とかだったかな、だから飛行じゃないよね、引けたらいいや、絶対楽しいよなみたいな、アンジアンジ自己アンジ、引けたらまたビッグでビタ押しチャレンジできて楽しい、嬉しい、大好き。当たったら楽しいやろうな、うわー、うわ、マジかよ、あー、レンチャンならず、むずいね、あそこでレア役引いて 40% って感じだもんね、大体ね。あれか、やっぱ4号機の人はこれたまらんのやろ、多分な。大丈夫です、当たってくれる、頼む、おい、しゃー、さあ2回目のペルソナチャンスで入りました AT です。 OK、 ゴリ押しした感じあるけど、さあ、テイクヨーハート、このラウンド1はこのボス発見率のこのステージが優遇されてるんで、ここで絶対にボスバトルで行って勝ってストックを取らないとダメ、絶対勝たないか、じゃないとマジ100枚も出んで終わる、本当に。おわ、下パンに消えてんだけど、え、うわ、は、入ってるやんこれ、わお、うまし、ボーナスですね、これは。わお、同色きたぜ、おい、おいしゃ、お花火2以上出た、マジ熱いね、まあ俺も当たったし、今 AT 奥村、あれ、そう、やばいやん、これをめっちゃいい、まあ今乗せんと意味ないけどね、まあまあね、おい、おいじゃめっちゃおもろいな、この台やっぱ、え、何変わる、変わらないです、全然変わらないです、2以上よ、花火言ってください、え、もう飽きた、飽きた、飽きた、いや、面白そうやなと思って、まあ、2以上やし、打つか、どうすか、花火絶景800枚入れたわ、え、ワンビッグじゃないよね、そう、もう3ビッグいてる、マジ、うまいね、あれ、簡単やな出たらいいなと思ってされてる。どうしていくら？ちょっとかかっちゃったかな。3000。マジ？やばいね。俺もう1万7000ぐらい入れてんだけど。早いね。あれでも1万のステージ入れてなかった？あれと200万円で終わった。200。嘘やろ。あれから起爆剤なったよ。2個ストックして終わっただけ。2個。250万。え？全然関係ないけど、そうだな、やっぱ。イケメンだよな、今日めっちゃかっこいいね、勝ってる時の表情がすごいいいよね、あ、でもマスクイケメン、マスクイケメンって言うとあれやけど、おい、お前口から誰かもだらしないよ、お前ちょっとマスクして、誰か口元だらしないよ、お前、あ、いや、めちゃくちゃマスクイケメンだろうな、ジャスティンしてる、開店から2時間ほど経ちましたけれども、まだ負けております、そしてジャスティンさんは、まあ、鬼武者がね、開いたってことなんで、
で中金さんにも一応了承を得たんで行きましょう。はい、361から。いやー楽しいわ、もう楽しいわ。オリシャでも打ちたいって言ってたから、うん、やっぱり愛の力で勝とうって今日は言ってたからね。愛は機械割れを超えるからな。マジかよ。ある3枚目投資が止まらんぜ。おい買ってくれ、投資が止まらんの。ああこれはあるな、さがり強い。112ゲーム、外地25,000円。もうこれ AT 入れなダメよ。25,000円よ。マジ赤玉ばっかり。おそらくここは当たってくれると思います。はい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 、はいよ。さあ伸ばすよ。25,000いってるからね、マジ頼むよ。ほい、はい、まず大事な大事な1セット目、まずここで乗せることが何よりも大事。おほいお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 い、何してくれとんじゃい。そう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 、ベルレンベルレン、オッケーオッケーオッケー。残り8ゲームやからな、絶対勝たねえかよこれ。おおそう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 、おおいい子だいい子だ。そう全部ベル、これは勝ったろ。いやでもね、この台はねもう分かったんです。目の前のことを一個一個大事にやる、それだけ、うん、毎セットしっかり継続させていく、そういうゲーム性ですから。さあなんとか首の皮一枚つながりました。さあ2セット目、でも大事に大事に継続させていく。こういうねステージが弱い時にボーナス引きたいんだよな。おお何？ここ光ってるよ。うわなるほど、これボナってるわ。我が輩は期待に応える男だぜ。だよね、ボナってる、ボナってる。オッケー、はいはい、耐えた耐えた。できればステージを上げたいところ。よしよしよし、もう一個。よし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 、おお奥村いった。20ゲームねからの、さあ来た、本日2度目の奥村パレス。ここらんよ、すべてはおい勝つよ。よし、もうむずい、行くかい行くかい行くかい。あーおよし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 、薄いとこ持ってきた。さあこれ特化ゾーンですね、平均2個です、ストックね。うわいいね、ここでのレア役。おい、1個目、もう1個ぐらい欲しい。はい、平均2個。 いや、いいです、いいです。え？ちょっと待って、うわ、やばいのいった。ちょっと待って、これヤルダバオとバトル、これ上位特化ゾーンみたいなやつよ。ちょっと待って調べていい？特化ゾーン、ヤルダバオとバトル、聖杯決戦終了後の一部で入る、継続10ゲーム、攻撃性これセット数上乗せ、複数ストックの大チャンス、平均上乗せ5セットで今2個乗っていくわね。よし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 、これまくれるぞ、まくれるチャンス、10ゲームあるから。何個乗せる何個乗せる。これどっから入んの、まだ、あ、もう始まってんだ。
ちょっと。ちょっと。ちょっと待って。これ平均5個よ。2個目。3個目。めっちゃ乗る。よしよしよし、4個目。ラスト。これ乗せれれば平均やから。平均でいいです、平均で。よーし、5個乗りましたね。これで平均ね、5個ね。ってことはよ、ってことはよ、裏に7個あるってこと。やば、来た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 、始まった始まった、7個持ってるのは始まった。はい、よし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 、こういうのがやりたかったんですよ、ペルソナで。はい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 、8個目8個目よ、ストック8個あるんだよ今。うまー来た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 、始まった始まった。6、結構？え、感想じゃない？感想はいい。やっぱね、その気持ちだと思う。やっぱメンタルがいい。ペルソナめちゃくちゃ愛してるし今。ああ。最高最高。それはね、勝てると思う。このいっぱいストックがあるみたいなこの感じがいい。もう好きやわ、この残りあと裏に8個ありますみたいなさ。スロットだよねこれがね。ベル引けたらいいな。よし。ボーナス欲しいな。あっちボーナス欲しいなって言った瞬間、あーダメ、これはボーナスでしょう。はい、言った瞬間もらいました。あーもう、よし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 、いやもうほんと気張らんぐらいのがいいんやな、こうやって。おい、気づけばもう15セットよ、1500枚出るやん、すげえな。ちょっと来てもらっていい？めちゃくちゃ面白いよ、やばい、簡単なんかすごい現金っすよね、現金出たら免疫みたいな。ああ、ごめんごめん、天井行っちゃったんだけどたどり着いたのよ。ああ、出た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 、いつものやつ。そうそうそう、引けたら嬉しいもんな、子役。絶対行くとかやめてね。あ、そうだよね、引けなかったこと思い出しちゃうから。それでいいんだよね。何引けたらいいなって感じ。あー、下パネ消えるとか。あー、いいね。僕はもうその時点でやもんね、リラックスで。あ、オッケーオッケー、じゃあ行くね。はい、お願いします。行きます。行けたらいいな。いや、力みまくってるやん、力みまくっとるやんけ。あるよあるよ、チェリーとか止まったらいいな。指折れるぞ、指折れるぐらいやってるやん。あれ言ってることと体の動きが全然違うよ。めちゃくちゃ力んでたな指折れそうやったよ。お湯ですけど、はい、いかがですか。無理ました500万円で。あ、マジそう、うん、一瞬全然丸い。丸いね。追加投資しないんだけど。あ、全然いい、完全に。そう、でもこっから入れなきゃいけないね。ああ、安心してください。1800万円。すごいわ。まあまあまあ、完走できなかったよね。ちょっといかんかったけど、あの途中から何個あるか分からへんなって調子のとこは終わった。19セット。分からないよな俺。王様もう一回王様当てるとして。いや、そうで、これで結構分かってきたんやけど、昼一というか、まあ、朝一昼一って言うんだよ、夜までいつからさ、こう3部に分かれてたとして、2部ね、ここでちょっとミスる。で、3部で勝つやん。ああ、そうかも。ここさえ伝えておけば夜は勝手になんか
なってくれる。確かに2部だ。この後だっていつもの中木の2部やったら2部のストーリーをか、うん、朝一で出た動画も全部読ませて分かる。そして4時半ぐらいにクソ最後パチンコとか分かる。でそのパチンコのところ3部で救世主ジャスティン・ショーっていう仲間が現れてて、はい、パチンコで爆出しして終了っていう。パクターっつって、ね、そう毎回思うんですけど、ね、昼市なんやっぱ2週分は。分かりました、はい、昼市頑張ります。さあこっからやな、まあ、さっき飯食いながら話しましたけど昼市ね、昼市こっから第2部ですから。ペルソナやめました。そしてバイオにやってまいりました、持ち玉は1769枚ございます。バイオバイオ時代はバイオ。2枚目、2連続天井臭くない？やばいね、マジで鬼武者だわ。おーいお前なんで左しか行かんねんって。おーい66倍以上だ、熱っ。じゃあもっと早く当たれって初めて見たけど、野村が1004ゲーム、18000、2連続天井だわ。ただ66倍以上いきましょう。こっからよ、ちょうどいい、肩も温まったわ。一旦まくります。よーし、上乗せはボーナス、多分ボーナスだと思うけど、リーチ名称もう全然違うもんね。イエス、全然 OK、 やっと乗り出したね。とりあえず1000枚、これおかしくない？多分リーチ目だと思うだよね。すごい違和感だわ、ああいうのあるんだな。おい頼むぞ、よーしビッグ以上、うまっ、マジ嬉しい。いやー頑張った、このワンセットは。お最終ゲーム乗ったやろ、気持ちいいか。あ、ジャックなんだ。でリーチ目広角に行く、そうよね。もみじからのセーフ出るんじゃないのこれ。ありがとう、なんでやて、なんでお前、おっ、あかどーい、びっかく、あーお、あーお、赤なんかまあまあまあ、はい、もうこれでまくりましたね、一撃。ジャスティンが1000枚出したら出すのよ、これで生き延びてきたんやから。俺は今まで何回もね死にかけたことあるから。あー消えた、1086枚、いや最高でしょ、大まくりです。一回中銀さんに報告していきます。中さん、一応まくったっていう報告を。え、マジすごくない？すごくない、ジャスティンだもん。やばい、マイナス。いやなんだよ。あー、いつも通り、いつも通り。おかえり。やっちまった、やっちまった。やっぱ中木さんそうじゃないと。まくっちゃいました。すごいね、1000枚ぐらいだぞ。1050枚ぐらい。マジか、完全に大移動失敗。マジ、やらかした。1000枚飲まれた。1000枚この3時間で。はい、1800枚持ってて、もう800枚ぐらいしかない。
そうガチでさ言ってたやつがなったやん。今2部やったら2部のストーリーとか、うん、朝一で出た動画も全部読ませて分かる。でまあ、だから俺のバイオのがバイオの出様がアデリオンを経由して全部初戦に行ったと思えば、そうね、こうあの上通ってね中入ってメダル強敵の上通って、 ってそのまま初戦に行ったら、だから OK セーフ。2時間前と2人の状況はそんな変わってないんですけど、そうセーフ。伸ばしますわバイオ、頑張って一発。はい頑張ります。よーし290ゲームモチメダルと、もう伸びていいやろ赤い。よっしゃあー気持ちいい。ほぼほぼバイオハーサー最悪。もー下手いって。うわーよかったよかったかー、もー下手いって。センスがないんだよセンスが。何事においてもセンスがないんだよセンスがよ。中学の時サッカーやってましたけど、決めたゴールオウンゴールだけですからね3年間やって。スポーツとかセンスがないのよ。お前ざけんなって。もうセンスがないのセンスが。何も楽しめんかったわ。うわ一応たまったけど550枚。はい、久々に川根で移動してきました。持ちメダルが529枚なんで300枚ぐらいマイナスでね、これねめっちゃ粗なんですよ今。3000枚ぐらい食らってて、まあ、全然今日は川根で強そうやし、ちょっと打ってみようかなということで打っていきます。2ゲームから地獄。よかった、それならいっか。 AT よし、違うか、斜めじゃない。はい、よし、うん、多分200。あー300、 OKOK、 OK OK、おいで、バイオ出だしてさ。え、マジ今1600枚ぐらいになって。1600枚何引いたん？プレミアム。いや普通になんかうまいこと。うまい、普通にうまいこと。これもね、なんかやる気ある。イコマル300出てきた。あーいいね、それはいい、いいね。でしょ。わかりました、ありがとうございます。オッケー、ナイス。おーしゃ、よーし、90ゲームまだ出るぞ、こいつまだ出るぞ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。50も乗った。おいよ、6809倍。時間も時間なのでやめて。よし、922。よし、29000円。おい、よし、ありがとう。いやー、おしゃ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 、サミー枚。僕しつこいでしょ、パスソーじゃなかったらそう帰る。ムメちゃんなめんなよ。姉ちゃん逆転させてくれ、あとちょっとなんだ、あと400枚ぐらいじゃばっかりなんだよ。ラストね、ここで今勝ち。おーし、お疲れさん。まぐれんかった。45枚マイナス、じゃぐらいいっか。お疲れ様でございました、ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も閉店までというか、あの10時45分まで打ってましたね。すごいですね。止められちゃった店員さんに。あ、そう、もうダメですよって。いやでもてことはみたいなことになってくるからね、いろいろね。ああ、そうね、そうね。じゃあ僕これよっかな。45枚足りんと。ジャグラーだ。あー、全然まずいことね。そう、その40何枚をまくるためのジャグラー。そう、良さファンキー、これを1000円分だけ打ちますと。はい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 、打ったら、はい、止まなくなっちゃって。ほう、どっちが、投資
終わり。当たらんかったわ。流した枚数が1125枚。いやでも全然じゃないですか。でマイナス209枚。いや全然やん。持ってやられてる可能性あるなと思ってたから。でもね、やられてる気分だった。ああまあまあ展開的にはね。そう、普通に勝った。マジ？はい、普通に勝ちました。調子が全部で25000円、はい、朝の分ですね、ペルソナの分で、はいはいはい、1150枚。はいはい。で回収が、2162枚。めっちゃおるやん。2000万あんの？2000枚出ました。すごいね。なんか別に何もあの特別なことは。そんなわけないじゃん。いや、しかも一撃やってるよ絶対。一撃千枚とかもない。600枚ぐらいを3回ぐらいポンポンポンやっただけで、2160人も出まして、プラスのですね、はい、1012枚。素晴らしい。いやもうやりました。またいやちょっとなんか絶好調じゃないですか。完全に来てますね。すごいよ、復活だよ。あの本当に責任が2倍になった途端というかね、風ついた瞬間だよね。風のおかげですね今日も。出ました。はい、ありがとうございます。まあ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 、いや素晴らしいやん。普通に普通に勝ってるやん。今日の収支はありがとうございます。プラスの803枚。素晴らしい。ようやった、ようやった中銀、ようやったジャスティン。もう死にかけた。だって素晴らしい。9時半ぐらいまで多分2万9000入った。投資したんか。あ、じゃあこの1時間ぐらいでの展開やったってことね。そう、1時間ぐらいまで投資。やっぱその粘りよね、ジャスティンの。俺しつこいなと思って。しつこいってしつこいで。パスオじゃなかったらストーカーやなっつって。まあでもあの思ったこととしては、うん、昨日から言ってましたけど、やっぱバイオとかもあの絶対やるぞとかじゃなくて、もうデープレイ入れたらいいなとか、本当だらもういけるし、でもそのねマインドすっげえ大事だよ。リレーズ、ね、全部の参考書としてよし。お疲れ様でした。明日解消したということで、すごいところに来ました。本店。全然違う。香りがすごい。めちゃくちゃうまい。いい意味で。めっちゃうまい。麺も食ってみて。やっぱ本店違うか。麺はね一緒だったはず確か。すごい。何？いやらしいのじゃん、お前。チャーハン、チャーハン。これニンニクチャーハンね。あ、お風呂、お風呂。そう。半身浴ね、半身浴。マジ、ぶっ飛ぶぐらいも。これやばい。次元が違う。よかったね。買ってよかったです。うめえ。